大好きなネコルガ族、そろそろコンプしたいんじゃー。先日、ネコルガ族の伝説キャラ、レジェルガも紙引きゲット。ただ超激レア、最新の一体が未だにゲットできていない主にゃんこ。超激レア確定ガチャ結構引くも、なかなか引けずの一体。そんな仲間たちたぜネコルガ族超激レア確定ガチャガチャ。もうね、今日こそネコルガ族コンプリートしますせマジで。怒るがお今日こそな、まさかレジェルガよりも後になるとは。このルックスも正直ネコルガ族の中でもめっちゃ好きな感じの一体なのよね。てことでまずは10連目。残り半分。てかこれあれか、レジェルガ2体目の可能性もあるっちゃあるのか。まあ伝説かぶったら嬉しいような悲しいような損したような微妙な気持ちに。それな桃子さんで経験済み我々。さあ最初の確定枠は。トゲちゃんか残念。強いしめっちゃお世話になってるけども、今は怒るが一択なの4年。20連目、どうだ？前に1枚って欲しいっすな超激レア。はい残念また確定枠だけ。怒るが来てくれ。怒るが沼、数ヶ月前からハマり続けております。30連目、合計ではもうこのネコルガ族ガチャ数えきれない連目でございます。まあ数えてないだけなんですけどね。いやマジ確定前来ねえな超激レア。はいもう確定枠ですよ。いやー来ないっすね確定枠もことごとく出てこないおこるがちゃん。お願いします残り20連で来てください。今月リアル主さんが趣味のサッカーゲームで暴走課金してピンチなんです。お、ここで挑発の確定枠前、超激レア来るも。なんでじゃあ、なんで来ないんじゃ怒るがお、なんか珍しいのでためっちゃ久々に引いたなこれ。怒るがもうお願いします運営様。さああっという間の次確定枠。やっと来たよ、ありがちょんまげ。よかった、これでやっとやっとネコルガ族コンプリートできました。ってことでこの最強最強ネコルガ族いかついパーティーができたので最後に10体全部フィールドに出してヤバい映像にしようと思いマンモス。さあ、にゃんこ界で圧倒的巨体のネコルガ族たち1体ずつ増やしていくぞ。でかすぎて断念言えないというね。4体でもうこのカオス度迫力。はいオコルガも出して6体。さあ、残り2体でネコルガ族大集合。はい、あとはレジェルガだけー。はい、レジェルガちゃん生産でみよ。ネコルガ族オールスターズ。すごい映像だ、面白怖い。お、ボスさんお出ましだけども。レジェルガちゃん秒殺。ってことでやったぜ、ついにネコルガ族コンプリートでお次こそ黒ガル確保だ。な主にゃんこでしたー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。